石井町は徳島県の北東、徳島市の西隣に位置する町。本校では調整前の名称である石井村についても述べる。農業が盛んな一方で徳島市のベッドタウンとしても発展を続けている。徳島市とのつながりが深いことから、これまでに何度か徳島市との合併話が持ち上がっているが、実現はしていない。なお、可動石化の是非を問う。 住民投票が徳島市で行われ、吉野川の川口関がある、第10関は、この石井町と上板町に位置している。町の北側には、吉野川が、東西に流れ、町の中央付近には、その吉野川の支流である飯尾川が蛇行しながら、流れている。土地は、町南側の市町境沿いに、山がある以外はほぼすべて平地である。徳島市に隣接しており、 町の中央部周辺はベッドタウンになっており人口が約2万6千人にまで増加したが現在は微減している。石井町川より撮影した大重九1974年度現在の石井町中心部独立した図書館はないが石井町中央公民館内に図書室がある。町内には県営、蘇間団地、町営中央団地、町営城の内団地、 文城竜王団地、文城浦商団地などがある。石井町役場旧庁舎過去、編集富士グラン、石井 JR 石井駅を中心としたエリアに市街地が広がっているが、郊外型の店舗に圧倒され、個人商店などは衰退気味である。一方、国道192号線沿いや県道30号、徳島鹿島線沿いには郊外型のロードサイド店が多数立地している。 特に、高川原交差点移東の県道徳島、鴨島線沿いには商業施設が立ち並んでおり、石井町随一の商業エリアといっても過言ではない。2006年3月には高川原地区に大型商業施設も開店し、今後のさらなる沿道付近の発展が期待されている。石井駅中心となる駅、石井駅徳島線、下浦駅、石井駅牛島駅は、 吉野川市にあるが、石井町との境界近くに位置するため、同駅が利用に便利な地区がある。一般路線バス、編集国道192号国道318号道線は、徳島市から吉野川市まで、国道192号との重複区間となっている。徳島県道15号徳島吉野線徳島県道20号、石井新山線徳島県道30号徳島。 鹿の島線徳島県道香川県道三十四号石井引田線徳島県道百二十二号板野川島線徳島県道百五十三号石井停車場線徳島県道二百三十号台十八丁線徳島県道二百三十一号高原石井線徳島県道二百三十二号平島国府線徳島県道二百四十号西尾江下浦線。ありがとうございます。